皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、ようやく日本でもオフィスの市場分析、賃料分析ができるツールが登場しましたので、そのご紹介を行っていきます。最初にですね、アメリカのマーケットでオフィス分析サービスっていうのがどういう状況なのかっていうことの解説から始めていきます。アメリカではですね、コスターとか VTS だとかレオノミーとか、あとはコンプスタックですね、そういったオフィスの情報分析プレイヤーってのが存在しています。こうしたプレイヤーの存在によってですね、オフィスの賃料分析などができる環境を整ってるんですね。こういったことは以前の動画で説明させていただいたと思います。こちらコスターのサイトですね。コスターはオフィス情報サービス分野のジャイアントですね。1987年創業の会社です。どうやってデータ集めてるかっていうと、もう地道な足で稼いでるんですね。1200人のリサーチャーを、常時雇用していて、毎日数千の電話をですね、ブローカーとかオーナーにかけてヒアリングしてると。で、あとは、クロール技術使ってですね、ウェブの、そういったオフィスの情報の、変化だとかっていうことを、データ収集、自動的に行ってたりもしてますし、毎年大体200万物件以上ですね、調査を行ってるっていう、そういう会社です。で、その分析データをですね、デベロッパーとかブローカーにシステムとして提供してるんですね。プロダクトとしては、コスタープロパティとか、コスターコンプス、コスターテナントですね、コスターマーケットアナリティクスですね。こういったことが、全部一遍に使える、コスタースイーツみたいなプロダクトを提供してます。ただ、やっぱり人海戦術では限界があるようで、サービスのですね、ユーザーレビューとかをいろいろ見てみると、情報の鮮度が古いとかですね、間違ったデータが結構多くあるみたいな、意見も多く散見されます。でも、長らくですね、コスターの独占市場だったのが、アメリカのマーケットだったんですけど、そのオフィス情報分析のジャイアント企業に対してですね、テック企業が近年台頭してきているというのが、ここ10年の流れですね。こちら、ビズナウの記事からなんですけども、Next generation of CRE data companies cautiously emerges to challenge Costa って書いてありますね。コスターに対抗するために次世代の CRE データカンパニーが登場してきたなんていうふうに報じられています。The commercial real estate data sector is rapidly and fundamentally changing before our eyes ということで、商業用不動産データ部門は目の前で急速で根本的に変化してますということですね。Startups like VTS, Leonomy, and CompStack are launching new services, trading nationwide expansions, landing venture capital investments, and securing institutional partnerships って書いてありますが、VTS とか Leonomy、CompStack などのスタートアップ企業はですね、新しいサービスを持って全国的に拡大していって、ベンチャーキャピタルからも出資を受けて、企業とのパートナーシップを拡大していってるわけですね。記事ではですね、つらつら見ていきますと、VTS だと、VTS has completed several rounds of funding, including a $3.3 million investment in 2015 from Blackstone って書いてありますね。VTS は Blackstone から出資を受けていると。レオノミで言うとですね、The PropTech firm co-founded in 2013 by Richard Serkis has also announced partnership this year with WeWork, Cushman Wakefield, Avison Young and Newmark Knight Frank、こういったところを組んでいると。で、コンプスタックだとムーディーズですね。The company also announced a partnership with Moody's Analytics と。こちらコンプスタックのサイトです。自分が知っている不動産情報を入れた分だけですね、他の不動産情報が取得できるっていうスキームになってて、急速にデータ数を獲得したっていうことで注目を集めてますね。テクノロジーで効率よく商業物件の分析ができるということで、プロのマーケットではですね、その評価が、こういった企業上がってきてるっていう状況です。As they widen their product offering and user basis, these companies are beginning to resemble young version of the industry's Goliath Costa って書いてありますけれども、こうしたテック企業が業界のゴリアテのコスターに挑んでるっていうふうに報じられてます。さて、プロ向けのオフィス分析ツールがきちんと整備されているのがアメリカのマーケットの一方で、日本のマーケットはというとですね、とてつもなく不透明な状況だっていうのは皆さんご承知の通りかと思います。住宅市場も不透明ですし、投資不動産市場も不透明なんですけども、それよりさらに不透明なのがオフィス市場ですよね。で、オフィスの物件ポータルサイトとか見てみるとわかると思うんですけど、結構オフィス賃料の項目とかって、大相談とかってなってるケース多くありますよね。全然わからんと。これはオフィスは住宅と違ってですね、賃料の向上幅が結構広いからですよね。例えば、超有名企業ですね、誰もが知ってるような企業が入居すると、そのビル自身のブランディングにもなるんで、他の、良いテナントの確保につながるんじゃないかってことでですね、同じビルの他のフロアのテナントよりも好条件で、制約ができるみたいな話とかってよく聞きますし、さらに状況を複雑にしてるのはフリーレントですよね。
まあ、半年間賃料を無料にする代わりに、相場よりちょっと高いテナント賃料の設定にすると。まあ、こういうことが結構一般的に行われているわけです。まあ、なんでこんなことするかっていうと、そのビル売るときのための値段に影響するからですよね。例えば、フリーレント期間が終わるとするとですよ、ただ、相場より高い賃料が取れてるって結果だけは残るんで、まあ、だとしたら相場より高くビルを売却できる、まあ、材料になりますよねって話ですね。まあ、こうした様々な要因からですね、オフィスの市場分析だとか賃料分析ってのは非常に難しくて、まあ、どこの企業とかデベロッパーもですね、まあ、金融界に至ってもかなり人海戦術でやってるっていうのが、まあ、現状ですよね。日本のオフィスマーケット結構でかい市場です。日本の不動産総ストック数は2519兆円ですね。そのうち法人所有の不動産は430兆円。ですね。で、年間の不動産流通量も30兆円と巨大なマーケットになってます。まあ、その賃料分析とかマーケット分析が全部ほとんど手作業で行われてるっていう、まあ、アナログな状況なんですね。まあ、これが日本の現状です。まあ、アメリカのマーケットと比べるまでもなく遅れてる状況なんですが、いよいよ日本でもオフィス不動産の分析ツールが登場しましたってことですね。まあ、こちら手前味噌になりますけど、10月18日本日ですね、リリースさせていただきましたが、弊社の不動産分析サービスゲイトがですね、まあ、オフィス版の分析ツールを出したということで、まあ、プレスリリース出させていただきました。まあ、ゲートオフィスマーケットサーベイってことですね、ローンチいたしました。実はですね、今年に入って2019年ですね、オフィスの中間の企業様といろいろまあ協議させていただいておりまして、で、その中でですね、2019年6月にですね、まあ、オフィス仲介企業のオフィスナビ株式会社様とですね、まあ、事業提携の契約締結させていただいてたんですね。で、まあ、オフィスナビ様は2002年から全国のオフィス募集物件っていうのをストックしてきていて、まあ、オフィス分析ができるパートナー企業を探していたということでですね、まあ、弊社ゲイトを選んでいただいたというのが背景です。で、オフィスナビ株式会社はですね、まあ、東京と大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台に事業を展開していて、まあ、全国規模でですね、オフィスの仲介業務をまあ行われている企業です。で、オフィスの検索ポータルではですね、まあ、物件掲載数は業界ナンバーワンということですね。同業他社が大体ですね、まあ、一社あたり数千件ぐらいの、まあ、オフィスの掲載物件数なんですけども、まあ、オフィスナビさんはですね、2万6000件の、まあ、掲載物件と、まあ、業界で最も多くデータを持っている企業の一つになっているわけですね。なので、過去10年分の30万件のオフィスデータ、まあ、お持ちだということでですね、まあ、そちらを弊社にご提供いただいて、まあ、今回のシステムの完成に至ったわけですね。今後オフィスナビ様からですね、定期的に全国のオフィス情報を提供いただくっていう契約になっている一方で、まあ、弊社はですね、何するかというと分析プラットフォーム開発で提供していくっていうですね、まあ、そういう内容の事業提携になってます。なので今後このサービスのですね、プロ向けのツールとして、まあ、企業だったり不動産会社様だったり金融機関様に共同提案してるっていう流れになっていきます。こちらはゲイトオフィスのマーケットサーベイなんですけども、まあ、住所とかですね、駅ですね、まあ、選んでいただいてエリア選定していただきますと言うとですね、まあ、その駅周辺のですね、マーケットの状況ですね、まあ、賃料のオフィス賃料が築年数ごとにどうなってるかとか、坪単価別にどうなってるかだとかですね、あと築年数の影響ですね、経年の変化がグラフィカルに分かるとかですね、で、まあ、賃料が分かるだけではなくて、まあ、近隣のマーケットの需要ですね、どういう職業、業態が多いのかとか、あとは就業者数ですね、まあ、どれくらいになっているのかだとか、男女比どうなっているか、まあ、こういったマクロデータみたいなものを確認できますし、まあ、地図上でですね、帳目ごとの坪賃料、教育費込みなんですが、坪賃料みたいなものが、分かるという形ですね。まあ、こんな感じですね。こんな形で、帳目ごとに坪賃料が大体わかると。じゃあ周りに、駐車場何個あるんですかとかですね。こんな感じですね。飲食店何軒あるんですかみたいな形ですね。まあ、こういったものも地図上にプロットされて、まあ、それがですね、レポートとして出せるみたいな。こういうサービスですね。まあ、他にも様々なマクロデータ追加ですることができます。例えば、まあ、坪賃料だけじゃなくてですね、マーケットのニーズみたいなものを分析したいということで、中間人口を出したいとか、将来の人口を出したいだとか、まあ、そういった形のですね、サービスみたいなものも、こういった形でですね、帳目単位で確認できて、これが PDF として出力できるっていう、そういうサービスですね。まあ、こんな感じですね。で、ボタン一歩でこうした、マーケット分析レポートができるという、こういうサービス、今、ベータ版という形でですね、出させていただいております。現在ですね、テストユーザー様にこのシステム無料でご利用いただいている、まあ、ところですね。で、レビューしていただいてご意見いただいているっていうフェーズになってます。まあ、現在ベータ版なので、今後追加機能を来週までにどんどん実装していく開発予定になってます。
まずは未来地図ですね。こちら一応来月ローンチする予定なんですけども、周辺の、3年以内に建築される施設とかビルとか店舗の情報をボタン1個で地図上に呼び出せるって機能ですね。あ、この周りには新しいビル建つんだとかですね。あ、この周りには保育園が建つんだとかですね。まあそういったものがボタン1個で確認できるっていう、まあそういった機能を搭載していきます。その後ですね、ご要望次第で、まあ収益分析ですね。まあそういった機能も搭載していこうとも考えていまして、まあ我々ですね、住宅版のインベスメントプランナーっていうですね、30年から50年先までの収益分析ができるっていうサービスも合わせて出させていただいてますが、まあこれのオフィス版を出していくっていうのも計画としてあります。さて、まあオフィスの賃料とか市場分析ができるツールっていうのは日本で今まで皆無だった中でですね、まあようやく今回ですね、ゲートオフィスマーケットサーベイっていうのがローンチされたことで、まあ今後もですね、いろんなデータの収集ができる環境をようやく整ってきたんじゃないかなというのを思っております。今現在ですね、オフィスナビ様以外にもですね、複数の会社から自社のデータと連携したいとか、まあまたは自社のデータ提供するんで機能開発してほしいみたいな、まあご相談いただいてますので、東京だとか大阪だとか福岡の各企業様がいただいてるんですね。まあこういったデータをですね、どん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 蓄積していくことによってですね、まあ皆様にとって使いやすいデータベースができればなというふうに考えております。さて、まあ本日はですね、まあオフィスの分析ツールが初めて日本でできましたので、まあそれについてご報告させていただきましたが、まあ弊社のサービス以外にもですね、最新の情報だったり、最新のまあサービスについてはですね、都度動画にしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。